来たな。天才サブミッションアーティスト、リーロ・エルビス・チェンブリ。生まれつき体が柔らかすぎるという得意体質。この男には関節技は決まらないと言われている。その柔らかな体がしなやかな充実技を生み出す。ヒクソンの再来とも言われるテクニカルファイターは見たこともない決め技を連発。一体なんだこの技は。ニーノの名を知らしめたのは前回のプライド25での桜庭和志との一戦。それは日本のファンにとって衝撃的な結末。勢いづく軟体人間、今夜も決めてやる。統括本部長御推薦、アイアムアマレスラー浜中和弘。アマレス部門にも力を注ぐ高田道場所属のレスリングエリート浜中。名門日体大レスリング部を経てオリンピックとバーリトゥード2つの夢に挑戦することを決意した男。その屈強なるボディは驚異のタックルと重いパンチを生み出す。兄弟子桜庭の敵を取ることができるか。ルールを外した、まあ、リアルな場面で自分のレスリングをいかに使えるかっていうのをやっぱり試してみたかったんで、まあ、ともかく強い選手と戦っていきたいです。パワーあります。当たれば、一発で KO ができると思いますけど。英雄たちの思いが若武者に宿る。新しきプライド、ここより。リーロ・エルビス・チェンブリ VS 浜中和弘。ただいまよりプライド26リボーン、本日の第1試合を行います。アコーダより浜中和弘選手の入場です。
試合を行います。青コーナー172センチ、 89.7キロ、浜中174センチ、 86.5キロ、ニーノ・エルビス・シェンブリー、より4次回。今大会は公演のスカイパーフェクト TV より、全8試合の勝者にスカイパーフェクト TV 勝利者賞として賞金が授与されます。
Chega o braço!
dá o soco, se ele der o soco, mete a mão em seguida. Vai me dar esse braço, mete o braço.
Thank you.
ドントムーブ、ドントムーブ、ドントムーブ、センター。
判定の結果をお伝えします。ジャッジ小林、浜中。ジャッジマット、浜中。ジャッジ安達、浜中。予定勝者、浜中和弘。 And the winner is by a unanimous judgment call、 和弘浜中。皆さん、浜松選手にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。今日は皆さん、お湯のために集まってくれてどうもありがとう。これからももっとガンガン練習して世界最強の男になるからね。みんな見てて。